演習は無事終了しました。今後の課題も結構ありそうです。そうか、ご苦労だった。詳しい内容はヤマトから報告があるだろう。はい。それで俺たちへの任務ってのは？うん、火の寺からの使い、いや正確には生き残った者から報告があった。火の寺から？一体何が？暁の二人組に襲撃を受け壊滅したということだ。おそらくは人中力がいそうな場所をしらみつぶしにしているのだろう。あそこには元守護人十二使のチリクがいるはずです。彼はどうなったんです？チリクも奴らの手にかかりやられたそうだ。あのチリクも？バカな。奴らの目的も知りたいが、かなりの手だれだ。身柄の拘束が不可能な場合は現場の判断に任せる。奴らの居場所は不明だが、火の寺にチリクの亡骸は見つからないらしい。言いたくはないが、チリクには。分かってます。裏社会の賞金首になっている元守護人十二使ですからね。監禁所か。5カ所ある監禁所のうち4カ所には別招待を向かわせている。お前たちは残った1カ所、さっきまでの演習で使った森を抜けた先にある監禁所へ向かってもらう。はい。火の国から逃がすな。必ず見つけ出す。行け。敵の居場所も深くて能力も未知数、将棋で言えば棒銀もいいところだな。なんだよ、いきなり愚痴か？そうじゃねえけど、あんたにしちゃ珍しいなって。将棋だとそういう指し方嫌いじゃなかったっすか？今から俺たちが戦おうとしている暁はチリクをやったほどの奴らだ。上手相手に玉を守るためにたまにはこういう指し方もできない。うん、なんかあったんすか？別に何もないよ。ただ今頃になって玉の大切さが分かってきたのさ。そりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。木の葉の忍びを駒に例えるなら、差し詰めお前は桂馬だな。じゃあ先生は？俺は何でもない、ただの犠牲駒ってか。なら玉は誰だか分かるか？おかげだろ。俺もそう思ってたけど、そうじゃなかった。じゃあ誰なんすか？お前も時が来りゃ分かるさ。しかも分かってる。任務開始。なんだ、まだ任務中の意味が続いてるか。おい、もう演習はしない。全然俺たちの話聞いてないみたいだ。そこで一方が襲われきていないのか。オラオラ、気をつけろ。しかもこいつはこの葉の忍びじゃないぞ。道理でさっきまでと雰囲気が違うわけだ。まさか本当の野党に出くわすとはな。でどうする？この森を迂回するとなると相当な時間がかかるぞ。そうだ、ここはまかり通る。そっちだ。かかれ。見つけたぞ。あっちだ。これだけの人数だ、まず投資者がいるはずだ。了解。おら、かくろ。おら、見つけたな。おら、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 
暁。なんだてめえら。その腰に巻いてるやつ、もしかしてお前も、なんとか十二使ってやつか。間違いない。こいつがチリコをやったやつだ。マジかよ。あんなくせえ監禁所にまた行かなきゃなんねえのかよ。しかも暁はツーマンセルで行動するが、どうやらこいつは今一人みたい。
今のうちに拘束するぞ。もう一人が来る前にな。いざ尋常に始め。決まり、決まりだ。甘いぞ。そろそろ行くか。忍法影首縛りの術、影縫いの術。めんどくせえな。おらおら、まだ倒れんなよ。邪神止まり。終わったな。めんどくせえな。あいてえ。こいつあれだけ痛めつけたのにまだ平気なのかよ。平気じゃねえよ。いてもはいてっつの。しかまる、そろそろ奴の片割れが来るかもしれない。お前はバックアップに回って辺りを警戒してくれ。了解。人の痛みを知らねえ野郎には神の裁きが下るぜ。いざ尋常に始め。チュッ、どうだ。遅いぜ、遅いぜ。下がり、うん、チュッ、おらおら、まだ倒れんなよ。邪神止まり。終わったな。そう簡単にはやられねえよ。